参りましょう。ステージ11。雷文っていうさ、雷文っていう鳥のわけなのかな、なんかいるよね。霊鳥みたいなやつあるよね。いや、あれは霊鳥とかじゃなくて何かの英語表記なだけかな。雷文っているよね、とにかく。これは、お出ました。なんだっけティーヨセザウルスムンチャクッパスだ。でもこれどうすんのよ。プー、ナナ、ティーヨセザウルスムンチャクッパ、あー、右ある右ある右ある、あぶねえけど死んだ。了解でーす。そういうことか。あの、ピー踏むと上から降ってこないんだ、多分。行くぞ。じゃああれだな、今回のサクリファイスだな、ティーヨセザウルスムンチャクッパスは。行け。今回はこれでいいんだ。で、こうして、ゴールだ。OK。ステージ12、参りましょう。今31分か。もうちょっと早くいけるかな ?It's a secret! 隠しがあるらしいよ。いやー、まずは右で取りたかったな、キノコな。あれ、上から振ってくるスタイルだもんね、しかもね。きついなー。間抜けれる気配が、ねえなー。で、一気に抜けき。これ、危ねえ、綺麗にかわせる。ありました。まあ、ここになるよな。そこしかねえよな、むしろ置き場所が。いやー、また孔明さんチースですね。本日2回目じゃない？お、耐えた。死んでなかった。やっと。ステージ13。フラッピーバードクラシック。出た、フラッピーバード。俺はわからねえや。あれ？でも巨大マリオですね。ほっ、はっ。大丈夫。この言葉出てこなさすぎだろ。この幅だったら大丈夫。うん。てか、もう直でいけちゃうもんね、これはね。はい。はい。はぁ。あ、それはマイクラか。はぁ。裏人だな。いけー！オッケー！ステージ14。参りましょう。エスケープゲーム。逃げるのか。ピヨーン、ドン、ピヨーン。あー、そういえば500秒マリオなんていうのがちょくちょく出てくるようになりましたね。500秒マリオ、実は動画見てきたんだけどさ、ちょっとあれなんだよね、その、一応なんだけど、同じところをさ、いやまあ若干確かに違うよ。ちょっと通って内容は変わるんだけど、まあ結局同じところをぐるぐる回るだけなんだよね。言ってしまえばね。厳密に言うと違うんだけどね。え？あ、いや違う、これあれだ。同じのように見えてちょっと違うよな、これ。あ、いや同じか？あれ？あ、なんか上にあるな。でも上に行くあれがない。あれ？どうしたらいいんだろう。あ、違う、あれはパグが出てくるあれか。あれ？なんだこれ。ループ、ループ、ループ。なんか無限つく読みみたいになってるぞ、これ。どうしろと？この無限つく読み状態から。やばいな。イタチの道術半端じゃねえ。なんとかしないと。わかんねえな。みんな攻略班よろしく。インベイズブロー？歌詞不可視。え？嘘だろ？え？え、でもどうするのこれ。隠しか？見えてない？不可視？あった！コミありきですね、完全にね。左はない、上もない。ということは右かな？はい。多分これ右に連なっていく感じですね。山のように、マウンテンのように、ガンガンと積み上げられた先に、うわ、上になんかトゲあるんだけど、厄介すぎるだろ。まあ、とりあえず入るってことだね。これは構成作者の意図に従って
進めていきましょう。これ多分入んないやつだな。あ、いやいやいや、入るやつだ。わかんねえ作りだな。ね、お、なるほどね。クラウンをくれるのか。だとしたらできれば、あれも欲しいとこだけども。これ、ちっこいの当てるのと、でっかいの当てるのと、どっちが強いんだろうな。やっかい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 、お前ら。マリオにさえ当たんなければ大丈夫。近距離で撃ちまくる。撃ちまくる。オッケー。いいね、なんかシューティングゲームやってる気分だな。別に倒さなくていいんだけどな。なんか倒してんだよな。あー、これ、ファイヤー、ファイヤー、おいおいおい、倒す前に落ちていくなよ。寂しくなるだろ、なんか。もう少しなんか頼むぜ。お？そこだけなんか、なんかあるのかな？あ、てかこれが正解って意味なんじゃねえかな。危ねえ。土管一回入ってるよね。ということは見切ってもなんもねえよな。ちょっと、作りが甘いからな。あ、これあれですね。三連結してるんだね。それぞれそこに行くんだけど、まあ3番目が正解っぽいよね。うん、オッケー。不可視って言ってるかな。あ、ゴールだ。あー、よかった。ステージ15。参りましょう。残り2コース。あ、40分は切れなかったな。お、出ました。TOC ゾルツムンチャクッパステージですね。やったー。ガリガリアクションか。苦手なんだよな。ヨシザウルス、ティヨシザウルス、上に行って右に行って左に、こっちかな。ティヨシザウルスムンチャークッパス、惜しい。いいか、ティヨシザウルスムンチャークッパス。今回は犠牲になりまくってんな。さあラストステージ。あー、この時点で40分ですね。スペインの方だけど、こういう表記の仕方もするんだな。お、いや、あれ取れればワンチャンあるな。バネが厄介。でもバネ使った方が、え、クリボーの右足に当たった。これ速攻不可避だな。ちょちょ、いやー、ダメか。かぶれねえ。もっと左？ OK！ で、ビタミン B1 配合。さらにこれを取り。やったー。しゃー。うわー。しゃがみ。しゃがみゲーム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 。OK！ お疲れー。なに？クリボーのスカシッピを食らった。よっしゃー、16コース終了。お疲れ様でした。お疲れ様でございました。結構海外の方のコース多かったんだな今回な。え、全部、いや、一つ以外全部海外の方のコースだったんだね。ちょっと意外だな。絹よ、知らねえ人だ。しかも道盛りにプラスがついてんじゃん。よし、じゃあ今回はここまでといたしましょう。それではまた見に来てください。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。出川哲朗、食中毒、スプリングスピラー、スプリング、スプリング、スプリング魔王、ドーン。